ちょっと咲いたな。これこれ。これ枯れたのもだいぶあるよ。おはようございます。カボス TV ゆうです。今日はとても天気がいいですね。風もなく作業日日和です。とは言いつつも、今日は午前中しか仕事ができなくて、午後からまた今日と明日と地域の仕事がありますので、午前中にこの正雄でさっさと作業を終わらせていこうと思ってます。まあ、今回の補助は小さいところが点々としてますので、まあ、正雄もちょっと入りにくいんですけど、手で刈るよりは作業がはかどりますので、もう午前中にこれ仕上げていこうかなと思います。天気と気持ちいいな。今日も一日頑張るよ。はい、一番最初にこの場所ですけど、こここれクローバーっていうのかな、これ結構受精してきて、前ここねシャッと立つ草な、あれ多かったんやけど、これが受精してそれが抑えられてきましたね。クローバーも結構背が高くなるんで、この表面は切っていこうかなと思いますけど、これはもう雑草よけにいいですね。まあこれをちょっとどこかに移植して、まあ、雑草よけにしてもいいかもしれませんね。では早速やっていきましょう。はい、終わりました。ここはクローバーをちょっと生かしたかったんで、結構高切りしました。で110ぐらいで切りました。でまあクローバーとかはなんか肥料になるっていうお話も聞いたんで、まあ枯らさないように上の方だけ切って、これをちょっと畑地面に生やそうかなと思ってます。これをどっかねまた違うところに移植して、そちらの方でも繁殖させようかなと思ってます。まあいいかどうかは分かりません。また視聴者の方いろいろ教えてください。じゃあ次やっていくよ。次がこちらですけど、電気柵にもう草がかかってきてますね。これはちょっと処理しないと電気が漏電するので、早めに処理したいと思います。あ、ここやばいな。ここは完全にいってますね。電気柵の下だけは除草剤まこうかな。まあやっていきましょう。
2カ所目終わりました。でここは、借り高90ぐらいで借りました。まあ下がまあそこそこ平地なんやけどちょっと傾斜があったりするんで、まあそれぐらいで借りました。じゃあ次行ってみよう。終わりました。あと最後です。次行ってみよう。ここはね、前回ストレッチシャツの時に草刈りしたところなんですけど、もうこれだけ生えました。早いなあ。まあ、さっさとやっていきましょう。よし、終わったよ。まあ今が9時15分、まあ8時半ぐらいからしたんで1時間かからんぐらい、これで次のことができる。あら、もう素晴らしいわ。マサオ実力半端ねえわ。であとね、もう去年植えた芝桜、あれどげなったんかっていう人も結構おるけんな。ストレッチシャツの時にちょっと説明したけど、まあもう一度見てみよう。ちょっと咲いたな。これ枯れたのもだいぶあるよ。これな、だいぶ枯れたけど、まあ思った以上についたな。これな、あ、こっちもこれもう綺麗になったやろ。これな、でここの岸がね、ちょっと月が悪かったな。まあ少しだけだいぶ枯れたのもあるし、まあ、見るとあのまだ花が咲いてないやつもあるね。
な、まあ、ちょっとついたけど、これは一回草を刈らんといかんな。根岸な、根岸キッチンよ。でちょっと草刈って芝桜を助けちゃらねえか。その前に肥料まかないか。あ、やっと草刈りが終わったけん、あ、綺麗になった、さっぱりした。はい、じゃあ作業の方終了しました。まだ結構早い時間ですけど、非常に作業効率が上がりますね。であとこの空いた時間で次のステップが踏めますんで、草刈り正夫君素晴らしいですね。で何よりいいのは、あの草の後処理というか、結構粉砕するので、刈払機みたいにこう倒した状態じゃないということで、とてもいいですね。手でやると1日は多分かかるな。機械はいいよ、楽だし早いし綺麗やし。で昼からまたちょっと用事があるので、そちらの方を済ましていきます。田舎はね用事が多いわ。まあでもまあそれがいいんですけどね、地域の交流にもなるしね、そういうことが大事だと思います。ということで今日の作業は終了したいと思います。今日の動画が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日の動画は一瞬で草刈り正夫で作業を終わらす動画でした。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。